デカ盛りしチャンネル。じゃあデカ盛りチャンネルです。リトルマックドーム大分トニータフルズ招待してくれました。今日はトニータのトークショーとか、あとイベント、あと最後ゴール裏に行くっていうがっつり密着したいんですけど、まあ試合の映像流しちゃダメで、試合中とかダメなんで、できることやります。はい、以上です。いやー、来ましたよ、レゾナックドーム。なんかやっぱ感慨深いスタジアムですね、一番。じゃあ、映していいですか、YouTube。あ、はい。じゃあ。さまざまな席の空きの方ございます。涼しく歌ってきました。さて、本日は大分トニータ OB であります。森島康人さん、デカ森さんがニータンパークのステージに駆けつけていただきました。早速お会いしましょう。よろしくお願いしまーす。お願いします。大分に帰ってこられるのはいつぶりでしょうか。去年ぶりっすね。去年雄大と馬場さんと、そうですよね、そうですね、はい、で引退した報告をさせてもらったって感じですね。あの時なんかめちゃくちゃ遅刻、大遅刻っす。そうですよね。僕も大分読んだらダメなんですよでも在籍年数は大分が一番、6年半ですね。そうですね、はい、まあ、ここで日本代表にもなりましたし、はい、はい、改めておかえりなさい。ありがとうございます。ただいまです。ありがとうございます。まあ、僕の中でその大分トリニータの黒歴史っていうの出してるんですけど、なんか悪く映っちゃってるとこもあるんで、はい、そうですかね。そんな悪口言ってないですよね。いやちゃんとなんか事実だけをね、まあ、あの車にね、あのとかね、いましたねね、あのそういう話とか、はい、すごいね、さまざまな皆さんそういうね、僕あの裏企画で、はい、僕のポストに手紙入れた人と文庫載せた人探そうと思ってるんですけどもしかして言いますかも。それはいないですよね。それはいないですよね。そうです。森島康人さんでした。本当にありがとうございました。ありがとうございました。おう、はい、はい、僕サイン書いてますよね。はい、娘ですか。楽しみいただければなと思います。ちょっとあの僕の本当に昔もうめちゃくちゃ応援してもらった、はい、なんでもぜひありがとうございます。本当に一緒にやってください。ありがとうございました。中村慎吾です。編集楽しみにしてます。これ今トリニータ今クラウドファンディング受付中なんで、あれですよね、そういうサイトがあるんですよね。そうですね、はい、QR コードで、はい、この QR コードでやってくれたら、クラウドファンディング取り出してるので、基本的に1人1万でお願いします。ヨーグルト。これあの、企業さんとコラボして作ってるんですね。どうですか、味は。めちゃくちゃうまいですね、ヨーグルト。みんな買ってください。じゃあお願いします。お願いします。ありがとうございます。うちの父も母も申し訳ないファンだったので、すっごい天国で喜んでると思います。天国だ。そうなんです。はい、まずど最近どうの宮古町。マックス、マックスマックス、そんな人でこれ大工さん取れたら最高やったんですけど、いや見せた、絶対、いや無理やったんですよ。今日4時から5時空いてたんですよ、うん、だそれで大工さんスタジアムやりたい人取りましょうって言ったんですよ、うん、だから会食や、うーん、あ会食やねん、すいませんもっと早いや俺ら言われましたあ、すいませんってそれあの先生だけどね、もっと早いや俺らってすいませんさすがあの山口の言い方やね、はい、もう今はあのほんまほんまですわ。皆さん、こんにちは。こんにちは。レゾナックドーム大分にお越しいただきましてありがとうございます。ありがとうございます。なんとスペシャルゲストの森島康人さんにお越しいただいています。ただいまー、デカ森氏圧倒的おかえりなさい。で YouTube も本当にもうあの楽しくて、はい、たくさんの方ご覧になられてると思うんですが、いいの、いやもういいんでしょ。いいの、いや、よくないってでもあれは本当にごく一部っすよね。ごく一部、ほんまマックス昔から知ってるんで、あんなごく一部っす、あの出せない話がめちゃくちゃある。ずっとピーしかならない、ピー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 。これ終わったらあのまたあのいろんなスタジアムのファンの皆さんにちょっとインタビューしに行こうかな。おお、はい、そうなんですね、楽しみ。はい、ぜひちょっとそういうのもやっていきたいなと思うんで、うん、はい、僕一人でフラーと歩いてるんで、はい、声かけていただいていいですか。はい、昔僕にうんこ投げた人じゃなかったんだけど今すいません、今アウト、アウトですか、アウトアウトです。
完全アウト今。鉄火チャンネル。では森芝さん最後になりますが、ご来場の皆さんに熱いメッセージいただけますか。お願いします。昇格は得意でしょ。トリニダはサポーターの力が大事なんで、まあ、三位一体なんでね、うん、自動昇格できなくても 僕たちにはめっちゃ得意なプレーオフあるんで、だからもう基本的に6位以内いったら決まりでしょって言ってました。いや言ってましためちゃくちゃいい。いやでも本当にあのサポーターの皆さんの力がすごい大事ですし、はい、僕も一番大好きな大分トリニダ、うん、はい、応援してるんで絶対昇格しましょう。本当に皆さん今日は今日が大事なんで、うん、まず今日の一勝積み重ねていって、あの勝利し、あの期待します。はい。はい。いやもう森島さんの、うん、いやもう熱い魂ね。大分愛あふれるメッセージできました、はい。本当にありがとうございました。今日のスペシャルゲストは大分トリニータ OB の森島康人さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。YouTube 皆さん登録お願いします。一緒に勝ちましょう。なんでこちらです。おう。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。うんこぶっこむなよ、びっくりだね。俺がお前言葉で言葉を失った俺。ありがとうございます。ありがとうございます。頑張りましょう。本当に今日紹介するわ。いるんすか今日ドッキリ。今日ドッキリいるんすか、うんこの人。今日あのちょっと今日それを探しに行こうと思ってて。鉄火チャンネル。はい、今日の最後のミッションです。ゴール裏に挨拶行ってきます。僕2008年から来て、本当大分のサポーターのゴール裏とメガホン持ってやるとすごい大好きだったんで、でそこからまあ移籍金の問題あったりとか財政破綻とか J2 落ちたりとかして、自分もやっぱなかなかね批判の的になる時も多かったですし、で僕はその大分のこのねレゾナックドームでやるのすごい好きだったんですよ。けどまあゴール裏行くのはやっぱ正直怖かったっていうのもあったんで、今日ちょっとね僕のしくじり先生ももしかしたらよく思ってない人もいると思うし、まあ今ちょっと顔綺麗ですけど、まあ、ゴール裏行ってみて顔ボコボコに感じたらほんますいません、まあすいませんというか、まあどうなってるかっていうのを検証してみましょう。はい、まあいい動画撮れたらいいなと思うんで、俺が大分は盛り上げるっていう気持ちでやっていきます。はい、鉄火チャンネル。じゃあじゃあ優しいぞ。見た。YouTube 面白かったわ。あ、あるな。ちくじ先生よ。すいませんなんかバカにした感じになったんで申し訳ないです。すいません今日は。いやいやいや。お願いします。なんか盛り上がることってなんか、まあ、調子がいいようでまあわからないですけど。今んとこしばかれてないですね。変な汗めっちゃかいてきた。帰りたいです。落とされるとかないですか。旗外す。外せ。はい、注目。せっかく来てくれたんで一言もらいましょう。こんにちは。まあ、俺がゴール裏でメガホン持つって多分2008年以来やと思うんですけど、まあ今 J2 ってとこで、昇格圏内いると思うんですけど、僕がいた時は財政破綻になって、まあ、僕の移籍金問題もありました。で自分が頑張らなあかんと思って、でもサポーターの声があったからあのプレーオフの昇格につながりました。今日もあの試合見て帰るんで最高の応援期待んで、僕もまあ魅力ながらあの解説聞いてもらったら分かると思うんですけど、まあ、大分愛で溢れてるんで、あのタメだと清水は全然違かったと思うんですけど、今日はあの最後の応援聞きましょう。はい、お願いします。森島康人だ。あ
ました。練習場で一緒に遊んだファンの、はい、ほんまに元気です。めちゃくちゃお久しぶりです。前来た時全然会えんかった。あ、そうですね。あ、ほんまです。ありがとうございます。どうだかな。でかなって何歳になったの。22です。だって最初5年、5歳と。いや、もっと小学校上がるぐらいやけ。そうやね、幼稚園年長年中ぐらい。でかなったな。な、泣きそうになってる。そんな感じです。ありがとうございます。ありがとうございます。またてっかチャンネル。やっぱ続きあったわ。12トリンタも12、12なんで今日大分負けちゃったんですけど、今日ちょっと来てくれと。今日MC してたしんごくんがやってるバーがあるんで、ここにちょっと潜入したいなと思うんで、これドッキリで行こうと思ってるんで、普通に行ってみます。じゃあ行きましょう。こんにちは。こんにちは。おめでとうございます。おめでとうございます。帰ろ帰ろ帰ろ。大分負けたし今日。いやきファンはいやきちゃんと帰るんで、ほんまに。じゃあちょっと交流していきたいと思うんで、よろしくお願いします。こうやって交流してるんですよ、みんな。はい、こういう感じで。いいじゃん、別に。こういう感じで全部払いますよ。あの、コンスのボケではない。メガネつけてる人は限定で全部払いますよ。なんか俺のちゃんと踊ってくるらしいね。はい、じゃあいいですか。森島安いとラララララレッドゴー。森島J リーグ最高。